はい、続日本百名城越後村上城に来ています。今度はですね、今黒門の後、修復の場所とですね、その石垣のことについて説明板がありましたので、その内容で話をしました。でこの黒門跡からですね、天守台というんですかね、天守のあった場所の方へ向かいたいと思います。まあ、ここも全体がね、もうこう直してあるんで、まあ、石垣が魅力の城ではあるんですけども、もうこれはっきりね、江戸時代のものではないですよね。もうコンクリート入ってますからね。ともかく見応えのあると、まあ、どこからどこまでね、私も別に石垣の専門家じゃないんでよくわからない部分がありますけども、古いか新しいか、まあ、これね、あの上がこう変わってますよね、色も形も大きさも、そういうことでわかるんですよ、よく見てればね、まあ、何度も来てればわかりますよね、それはね。これで直してどうなのかっていうところですけど、まだ全体的に、完成というところまではちょっと言ってないんですけどもね、ここにちょっとあのさっき言った中世散策コースってなって、もうここにもですね、こうカニ括弧になってて、門があったと。この辺の石垣は本物というか古いなんでしょうね、泉門という門ですね、ここにあったと。でここから降りてって、ぐるっと回ってですね、まあ、あの遺構として整備されてますので、まあ、この泉門跡と、いうことでこちらから入れるようになってますね。で、まあ、何しろこの石垣の部分ですね、これが門の周りの囲んでる石垣になります。抜けちゃってますよね、石がね、相当古いというか崩れていて、まあ、でもこれだけの石垣を持ってくるっていうね、大変ですよね。ここは後で行きたいと思いますね。じゃあ泉門から天守方面を、ようやく待望の天守ね、やっぱり最初に天守行っちゃうと、なんかお城の良さって分かんないかなと思って、最近はもう、時間がある限りは周りから攻めて、もう朝からね、もう2時間半経ってますね。まあ、時間かけて登るのもね、まあ、皆さんほとんど30分も在場してないんでしょうけど、まあ、それはそれで人それぞれですからね、散歩の人もいますし、石垣がどうのこうのなんて喋りながら歩いてるのは自分ぐらいですから、さっき言って窓の写真撮ってるって顔してましたよねまあそりゃそうですよね、普通の人から見たら何やってんだろうって思いますよね。まあ、友達にもよく言われますね、何の写真撮りってきたの、お城行ったんじゃないなんて、なんか石ばっかりじゃんみたいなねそれはまあまあ、石垣の魅力が分かる方、分からない方、知ってる方、知らない方、お城イコール天守ですからね、普通の人は。それはごくごく当たり前のことで、天守がないところはお城と呼ばないという方もいますからね、これはお城ではなく石垣と、石垣がお城の一部なんですけど、まあ、天守閣っていう言い方をする人っていうのは大体あんまり行ってない人ですよね、閣ってつける人って、天守閣がありましたっていう言い方は江戸時代にはまあそういう場合もありますけどないですよね。閣つくかつかないか、これは論文が分かれるところだと思います。ちょっと風が強くて、これ見えてるのがね、天守なんですけど、天守台が奥上にあるんですけど、まあ、その周りの石垣もねちょっとご覧あれというところで、せっかくですから、じゃあまたぐるぐる回って全然上に上がれないんじゃないかってビデオ見てる人は思うと思うんですけど、その通りです。一気には上がれないという。今日が見えますけど、あの角に、まあ、ベンチとかあってね、普通に公園風にもなってますけど、まあ、ちょっと上行くとね、ある意味嬉しいんですけど、がっかりっていう部分もあるんで、まあ、ちょっとこんな写し方ですけど、まあ、ちょっとね、海を見てみましょうか。瀬波温泉の方も見えますね。いや、 やっぱり日本海ね、今日波結構高いですね。そりゃそうですよね、これだけの風で。いや、もう船なんかいないで、もうこっから見ても泡というか白波が立ってるの分かりますよね。あ、船いますね。大型タンカーでしょうかね。本当に村上っていう町はね、お城と城下町、まあ、これでね、本当に確かに天守があったんでね、復元していただいたら、それはそれはものすごい人来ると思うんですよ、ここは。全国から多分来ますよね。お城マニアはもちろんでしょうけど、やっぱりね、地元の、やっぱりね、こういう、何度も言いますけど、こう小さいっていうか城下町にね、生まれたかったですよね。
江戸は江戸なんですけどね、ちょっと大きな、なんですかね、地方の中小都市で、今も城下町の風情が残るような、まあ、そういう町にね、ちょっと生まれたかったかなと、まあ、そういうのもあって、城下町巡りっていうのをしてるのかもしれません、今思っても。よくわかりませんけど、やっぱり故郷にね、自分の故郷にお城あるんだよって、舞鶴城って書いてありますけど、これ別名なんですけどね。それはそれで嬉しいことですよ。まあ、なんといってもね、人マニアではないですけど、私にはマニアってやってますけどね。そうですね、普通の人から見たらこんな写真3時間も4時間もかけて、ね、これに来るなんて、3時間もかけるなんて、お前ぐらいだよって絶対言われると思いますよね。確かに、ね、自分で言って自分で笑ってるぐらいですから。この辺のね、やっぱり囲んでる石垣もやっぱり人通り見ても足りなくて、映せるとこまで映そうかなと思っているんですね。全然天守に上がれないじゃないかっていう話でしたね。この上が、ここに天守が建っていたようですね。ここに天守あったら海からもね、今の瀬波温泉とか、まあ、市内城下町からはもちろんですけど、相当、まあ、あのね、CG いろんなお城のもいますけど、ここのなんですかね、まあ、30矢倉ってそんなに大きなものではないですけど、これ見ても分かる通りそんなにすごい大きなお城ではないですけど、なんていうんですかね、やっぱ舞鶴城っていうのも、あのお城山の形が横に多くてですね、まあ、あのご存知の方は遠州の高天神城とかあんな感じですよ、まあ、あれをもうちょっとこうすっきりさせたというか、あの山からあの町から立ち上げてね、横にこうまさに鶴が羽を半広げしているような、そんなような、まあ、舞鶴っていうその名前がすごく合う、城ですよね。まあ、この辺のねちょっと石垣の部分もありますけど、ちょっとねこっちは逆にまあ少し元の旧来の形のものが結構残っているということになりますね。こうぐるりとね途中までしか行けないんですけど、工事の看板ですね、まあ、こういうところはねやっぱり見た方がいいと思いますよね。あのとんがってるところがね、角で、それで隅田倉のあるところとかね、なんかあの山の頂上みたいですよね。あ、こんなってね、上に柵があるんで、まあ、あの降りようと思えば降りれるんですけど、あのちょっとね危ないんで、ちょっと一般的にはここの辺までということになりますね。もうこれ明らかにね直したって分かりますよね。こっちの石垣と全く違う構造になりますけど、はい、村上城、天守付近でした。